舞踊りもあるのね、舞踊り、ね、あ歌も多分あるんでしょうかね、きっとね、台本見て歌詞は後日って書いてあったの、ね、まさか歌うんだ歌はでも好きなんでしょ、歌は好き、前カラオケね、あカラオケなんだ、現場中にカラオケボックスで控室だったんですよ、あるある映画のロケ中とかで、あるある、こう個室がないというんで、ちょっとパーティールームみたいにこういろんな荷物を置いた時にさすがに待ち時間なくて一曲歌ってみるからちょっと歌うっていうのが、いやうまいんですよ、矢沢永吉さんとか大好き、まあ、夢三郎とはちょっと離れるんですけど完コピしてますよね、完コピしている、あれ昨日か途中あのちょっとブリティッシュロックみたいな流れましたね、あれ夢三郎がって言ってなかったですか、あそう、ああでも音楽を昨日発注したら、もうできたって今日もうできたのって言って井上さんが、もう聴かせてくれって言ってかけてたの、あれそうですかね、そうだと思います、かかってすごいロックなんですよ、ね、ちょっとデビッドボーイ風なクラムクラムちょっとああって思いながら聴いて、かっこよかったですね、かっこよかった、はい、まあ、確かにあれですね、今思い出を語ろうと思ったんですけど、2日しかなかった、2日しかないので、ね、ないのでまだご一緒してない方もいらっしゃるね、はい。